皆さん、こんにちは。MMA、言語化挑戦中です。えー、今日はスーパーライジン3の感想、後半、えー、戦を喋っていこうと思います。えっ、ー、と、まずは、大木久保選手と新竜選手の試合ですね。えっ、ー、と、まず、始まって、割とすぐ新竜選手があテイクダウンして、で、 あのー、大木久保選手が得意のよくあるパターンなんですけど足をとにかくひたすらまたいでまたいでハーフガードにしてパスガードを狙うっていうのを新入選手があ仕掛けてなんかまあ久保先生に教わった技をそのままやってるのかなっていうような感じがして僕は、うん、見てたんですけどただ久保選手が、うんまあ、そこはさすがなんですけどまたがせなかったんですよねなかなか。 まあ試合展開予想動画でも喋ったんですけどあの大久保選手得意の相手の腰を両足で蹴ってスタンドに戻すっていうやり方で、えーまあ、スタンドに戻して結果的に新竜選手はあんまりテイクダしたけど、うん、パスガードもできず強いパウンドも打てずっていう感じでそこまでまあインパクトを残せなかったっていう感じでしたね。で スタンドになってからは、やっぱ大久保選手が蹴りで主導権を握ってるなっていう印象があって、スタンドはさすが大久保選手、の蹴って、絶妙な距離感で蹴っていくるんですよね。だから蹴って、新竜選手の蹴りは外して、蹴りを当てるっていう感じで、1ラウンドが終わって。 新竜選手は何度か2タップのテイクダウンを狙ってたんですけど、まあ、先ほどお話したように大久保選手が蹴りで距離感をうまく作ってるので全部バックステップで、えー、避けられてしまうと。うーで新竜選手もまあその中からうまくジャブを当てたりとかしながらちょっとずつ何か崩していこうとしてたんですけどもん。両者ともに テイクダウンして上を取らせると、まあ、厄介だっていうのは多分共通認識であったんだと思うんですよね。なので下手に大きなパンチを振るとそこにタックルを合わされるっていうのが怖い。で、新竜選手はジャブ中心。扇久保選手はまあ蹴り中心。っていう、まあ、手数勝負みたいな感じになって。で、何度か多分どっちもこう。 餌をまいてちょっと近づいてみたりして大きいのを振らせようとはしてたと思うんですよねで大きいの振ってくれたらそこにタックルを合わせて、えー、テイクダウン、うん、を狙うってで大久保選手が2ラウンドの最後の方ぐらいでしたっけねその,その流れでうまく一回テイクダウンしたんですけど新理選手がまあ素晴らしいスクランブルの回転で上を取らせなくてあの辺りはさすがうまいなと思ってだからまあかなりうん まあしでしたね <laughs> はっきり言って、うん、2ラウンド終わったあ時点で、まあ、僕は大木久窪選手のファンですからこ,うこの話は何度もしてるんですけど大木久保選手の試合僕は面白いんですよ、うんえー、過去の試合で言えばド・トソン選手の試合のおもう僕は結構楽しめましたしまあキム・スー・チョル戦とか、まあ、井上直樹戦元、えー、谷優紀戦 あと石渡り戦も良かったですね。かなりこう、激闘を見せてくれる、ますし、僕は結構好きなんですけど、まあ、大木久保史上、この試合が一番、塩でしたね。<laughs> 僕、その、大木久保ファンの僕もそう思うぐらい。うん、2ラウンド終わった時点でそう思っていて。 こここまで潮になななななることもなかなか少ないいなっていうあの一見すると塩だけど結構見ど,見どころはあるっていう試合が大久保選手結構あるんですよねパスガードの攻防があったりとかうまく打撃の影引きから組むとかそういうまあなんて言い方があんまりよくないのかもしれないけど狂おと好みというかまあ競技をやってた人からするとうわさすがって思うところが結構多いんですけどまあ2ラウンド終わった時点正直そんなになかったっていうだからまあそれは新竜選手も同じでしたね。 うん、で3ラウンドに入って、えー、どういう点がだったかな新竜選手がタックル仕掛けたとこかなんかで、ね、大久保選手はギロチンをセットしたんですよね。でギロチンセットしたんだけど、まあ、浅そうだなと思ったら、まあ、やっぱり抜けてで新竜選手がトップを取ったんですけど、うんまあ、ここで新竜選手が1ラウンドとは違って全然またがなかったんですよね。 全くパスガードの動きを仕掛けないでコツコツ殴るっていう感じになってであれと思ってこれ勝ってるから時間を使いたいっていうことなのかなーってまあちょっとらしくないなと思ってで結局まあそんなに大きい場面を作れずにまたここもスタンドに戻されてでまあ打撃から最後。 どっちから組んだんだけどど,どっちから組んだのかちょっと忘れちゃった組んで押し込み合って離れてまあ最後23秒パンチ交換して終わったっていううん試合でしたね <laughs> でまあ判定は大木久保選手っていうことで、うん、まあつまんない試合でしたねはっきり言って <laughs> 大木久保ファンの僕としてもうんそうなんですけど まあ、なんでこうなっちゃったのかっていうとあのー、多分この試合僕この試合の前まで、まあ、大木弘選手が、まあ、ちょっと、うん、ヒールっぽい振る舞いをして仕掛けてまあ昔トイレ掃除やれって言ったのが嫌だったんだろうとかお父さんと一緒に来んなって言ったのが嫌だったんだろうみたいなで新竜選手もそれに応えてみたいなのがあってまあ 一種ちょっとこう仕掛けたみたいなところあるんだろうなと思ってたんですけどこの試合を見てあっ本当にお互いまああの芦澤選手と浩二選手のなんていうんですか因縁ってまあ正直作られたものというかお互いプロなんでお互いまあ、まあこうん、まあ言葉選ばずに言うなら演技というか。 にそんなに好きでも嫌いでもないけどやってるまあ実際試合終わった後なんかね称え合ってましたしうんいわば愛のある因縁なんだと思うんですよあの2人は。だから扇窪選手と新竜選手は、まあ、多分愛のない因縁だったのかなっていう感じがして。だから相手をやっ まあ言ったら本当に嫌いなやつ同士でもう思いっきり喧嘩してわって、まあ、それは口喧嘩でも実際手,を手が出る喧嘩でもねうあって喧嘩したいことでなんか仲良くなるみたいなのあるじゃないですかそういうのじゃない仲の悪さだったんだなっていうのが僕だからしたねだからお互いに相手の良さを消そうって。 相手に何もさせたくないっていうことに終始した結果相手に何もさせず自分も何にもできなかったっていう試合になっちゃったっていう感じですね。でまあ判定結果的には大木保選手が勝ちなんですけどまあ新竜選手が勝っても別に僕は驚かなかったんですしまあどっちに。 ついてもまあおかかしくはなかったまあ、紫色の試合だったなっていう印象ですね僕の中ではうんまあただ芦澤選手と浩二選手の試合も僕紫色だったどっちが勝ってもおかしくない判定だと思うっていう私はしましたけど濃いものすごく濃い紫、うん、でしたあの試合はで扇久保選手と新竜選手の試合は まあ非常に薄い紫色でしたね。<laughs> もうどっちの色も薄い試合っていう感じになっちゃった。でなんでそうなっちゃったかっていうと多分まあさっきお話ししたような、うん、心の、うん、精神的なもの、うん、だったのかなっていう、うん、ところですね。でまあ判定結果あに関してなんであれで心理が負けなんだっていうご意見もいくつか。 あって、まあ、実はこの日ちょうど朝、あのー、僕い、まあ、会場で見たんですけどこのスーパーライズリーグその前まで家を出る直前まで USC を見ていてでケイプ選手とモカエフ選手の試合を見てその時もちょっと判定結果どうなんだっていうのでまあツイッターとかでちょっとそういう話はしたんですが最近の MMA っていうのはもうテイクダウンテイクダウンをした っていうだけではほとんどポイントにならなないいっていうところなんですよねテイクダウンをしてそこで強いパウンドを打ったあるいはパスガードしたりサブミッションのアタックをしたっていうのがないとそんなにジャッジの印象にはつかないまあ、この話はもう最近ずっとしてるんですけれどでまあなんかツイッターとかで。 は心理選手の方が上回ってたのになんで大木いの勝ちなんだっていうのがあるんですけどこれもまあさっきのモカヤフ選手とケイプ選手の話に出るんですけどまあ僕が J モックのジャッジトレーニングで教わったのでこれは大事だなと思った言葉があるんですけどスタッツはダメージの濃淡を表さないだから例えば軽い軽いね本当に顔面にちょっと触るぐらいのジャブを10発打った選手と強烈な右ストレートを1発ぶち込んだっていう選手。 スタッツで言ったら10対1なんですよ。スタッツで言えば。だけど、どちらの方が相手にダメージを与えましたかってなれば、10対1でも1の方を重く取る。うん、で、大木久保選手まあ理師、さっきも言いましたけど、僕はまあ大木久保ファンなんで、ちょっと大木久保選手寄りに見ちゃってるところあると、うん、思います、正直。うん。あるとは思うんですけど、 おそらく、新竜選手のスタッツの、えー、特にパンチの数のほとんどが多分、あの、グラウンドポジションで、あの、抑え込みながら細かく打ってたパンチだと思うんですよね。非常に密着した状態で。であれが、こう、ガードポジションから頭を起こして上からストーンって落としてたり、肘でガーンって打ってれば強いダメージだと思うんですけど、密着した状態のちっちゃなパンチで数を稼いで、 それで俺の方が有効度が多いって言ってもジャッジには多分あんまり響かなかったんじゃないかなっていう予想まあ僕は予想ですねジャッジがなぜそうつけたかっていうそれよりも多分扇保選手の蹴りだったりえー、まあオーバーハンドなんか 2, 2回ぐらい綺麗に当てた場面もあったような気がするんですよね2ラウンドに。 まあちょもうちょっとその辺も記憶前ふわなんですけど、まあ、僕が見てた僕の席からは結構クリヒットしたように見えたんですよ、まあ、実際はどうだったのかそれはもっとジャッジはもっと近くで見てるんで、うん、その辺はちょっと印象が違うのかもしれないけど <laughs> おそらくそっちの方の印象が強かった、うん、でさっきお話したように心理選手が3ラウンドにテイクダウンした時に一切パスガードのアタックをせずコツコツ叩く。 っていうのは一見すると1ラウンドの新竜選手のトップキープと3ラウンドの新竜選手のトップキープは同じように見えると思うんですけどやってる内容が違うっていうそこはもしかするとジャッジの印象をまあ悪くしたとまでは言わないけどあまりこう。 強い印象を与えあれがまあ殴ってまたいで殴ってまたいでってこうアグレッシブにどん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 仕掛けてるっていう印象があれば最後心理選手がそこで印象を取って持ってったっていう可能性あるかもしれないですけどテイクダウンした抑え込むだけだと最近はあんまりポイントにならない。で逆に大木久保選手の方があの場面で言うとギロチンまあまあ非常に浅かったんで。 あれをジャッジがどこまで評価してるか何とも言えないですけど,ど言えないですけど少なくともフィニッシュを狙おううとしたっていう姿勢はありますよねテイクダウンしてのトップキープっていうのを30分も40分も続けても何にもならないけどギロチンのセットは30分40分やってればいつか決まるって思った時にどっちの方がフィニッシュに近い行動でしたかっていうと、まあ、まだギロチンの方にはなる。 っていうところなのかなっていう気がします。うん、で、これは、あの、コー選手と芦澤選手の、判定の時にも言いましたけど、3対0だから圧勝とか、2対1で割れたから接戦とか、そういうもんではないっていう。うん。あの、まあ、例えば10人の人に、まあ、 カレーかラーメンどっちが好きですかって聞いて大体、まあ、いい仮に5合だったとしても最初に聞いた3人が、えー、カレーっていう可能性は全然ありますよね最初3人聞いてカレーカレーカレー3対0はいカレーの圧勝ってなるかっていうとまあそれはまた別、うん、この試合をもし10人のジャッジにアンケートどっちが勝ったと思いますかって聞いたらまあ結構割れるんじゃないかなと。 うん、思いいますね5個ぐらいにななるのかなでその中でも大木久保選手っていう人が3人だったあるいはまあジャッジっていうのはこう3箇所リングサイドに分かれて見るわけなんですけどそのジャッジの目の前で大木久保選手が印象に残る何かをしてたっていうことなのかなっていう、うん。っていうぐらいの差だと思います。うん なのでそんなまあ難しい判定だったと思いますね、うん。おかしな判定とは僕は思わない。うん、ただ、うん、ジャッジからすれば、うん、同じ難しい判定でも芦澤選手と浩二選手の方が何を評価するかどこを重く取ればいいかっていうのを、うん、いくつもある材料の中のどれにすればいいんだって。 っていう難しさで大木久保選手と新竜選手の試合に関しては少ない材料、うん、まあ言ってみればこれまあある意味その何て言うのか裁判みたいなもんですよジャッジっていうのは裁判長でどっちって決めなきゃいけない、うん、どっちの主張が正しいかっていうのを決めなきゃいけないっていう時に。 証証拠とか証言はいいっっぱいあったんですよージ選手と芦澤選手の試合はコージ選手の顔が腫れてるとかコ、えージ、まあ、選手がダウンを取ったとか芦澤選手の膝きれいに入ったとかそういう証拠はいっぱいある中でどっちかって選ぶっていう扇窪対心理に関してはまあ証拠が少ないでその中でどっちが勝ってたかっていうのを決めなきゃいけなかったっていうのはまあなかなかある意味 逆の意味でのジャッジ泣かせな試合になったなっていう。うんうん、っていうところですね。でまあ、本、ま、当、あ、比べちゃうと申し訳ないんですが、芦澤選手と浩二選手の試合の方は、レベルは低かったんだと思います、多分、うんだけど、面白かった、うん。はっきり言って、あの試合の方が。うん、不器用だからこそ、何かしよう。 とかとにかく勝ちたいっていうものはすご伝わったで、まあ王木浩選手と新庄選手の試合に関しては非常に2人ともレベルが高い選手だと僕は思ってます、うん、少なくとも日本人フライ級ナンバー2決定戦といっても差し支えない、えー、そしてどちらも打倒局できるう濃い MMA が 作れる、見せれる選手だと思うんですけどこういうことになっちゃうんだなっていうだ因縁が深すぎると深すぎるっていうか、うん、なんて言うんだろう難しいけど時々起こるんですよねこういう因縁マッチって言われるものも主要になるって、うん、UFC とかで時々あるんですけど。 絶対負けたくないとにかくこいつに負けるってことだけが嫌だっていうのでなどんなことをしてでもいいもうしようって言われても何でもいいから勝ちたいっていう意識が強すぎてかえって何もできなくなっちゃうっていうそっちになったなで試合後の2人のインタビューまああのオリコンさんが挙げてる切り抜きの方だけですけど挙がってたの。 見て2人ともそんなようなこと言ってましたよね大木久保選手はとにかく苦しかったっていう、うん、この試合にたどり着くまでが本当に苦しかったっていうだから多分相当負けたくないってい思いがあったんだと思いますし新竜選手はまあ判定に納得いってないっていうのはあ,ある上でただつまんない試合してもいいから勝ちたいと思って戦って負けたんでまあ うん、まあ最悪の結果っていうような感じですよね、うんまあ、新竜選手からするとそうなるだろうなっていう、うん、この話もまあ過去何度もしてますけど面白い試合で勝つこれが最高なんですよ当たり前ですけどみんなそれを目指すじゃあ2番目は結構これ意見が割れると思うんです面白い試合して負ける方がいいのかつまんなくてもいいから勝つ方がいいのか これはいろんな意見あると思うし対戦相手とかカードによって変わると思います。うん。あの堀口教授対成オペティスの1回目の堀口選手はまあ、ある意味つまんなく勝つよりも面白く負けるを取ったまあもちろん勝とうとして面白く勝とうとして結果面白く負けてしまった。でも2回目はつまんなく勝ちに行った。 これはそれはまあその時同じ対戦相手であっても状況によってそれは変わるっていう部分があるんですけどつまんなく負けるっていうのは最悪なんですよね。うん、これはもうちょっと救いようがない、うん、っていうのはあるんですよね。だから本当に新流選手としては 僕は大木久保選手、荘園でしたけど、新竜選手の気持ちを考えると、まあ、辛いだろうなってつまんなくてもいいから勝つっていうふうに思って、つまんなく負けてしまったっていうのは、うん、まあ、辛いと思いますね。うん、しかも、まあ、勝ってると思っちゃったっただ、まあ、おそらく少し冷静になって試合を見直せば、 まあどっちが勝ちでもまあ何とも言えない試合だったっていうのは落ち着いてくれば多分納得はするんじゃないかなとうん思うんですけどねうんまあなんか多分もう一回やってもこうなるんじゃないかなって気がするんですよねこの2人に関してうんなんかスタイルとしては。 絶対噛み合うんですよ扇保選手と新竜選手お互いが自分の長所と長所をぶつけ合う試合をしたらすごく面白い試合になると思うんだけど多分噛み合わないんでしょうね <laughs> まあというよりも噛み合わなかったんでしょうね人と人のうん性格の不一致っていうのかな、うん、それが試合にもろに出たっていう。 <laughs> まあある意味うん,なんていうのかなよくね榊原さんがこうリングにはドラマがあるとか、うん、試合の中で人間と人間のこう人間模様が見えるっていう、うん、そいつが何考えてるかこの試合がどういう試合なのかが見えるっていうのはありますけどある意味でまあ人と人の。 よくないいざこざとかドロドロしたものが出た試合だったなっていうお互い、うん、で勝利というものだけをとにかく掴んだ荻窪選手とまあ何も掴めなかった新竜選手っていうところですね、うん、まあジャッジが違ったら逆の結果になった可能性もあるし、うん、まあというかまあ、うん どっちかが一発でももし一発でも新庄選手がちょっといいパンチどこかで当ててたら逆だったかもしれないそれぐらい本当に小さな差だった、うん、試合、うん、まあお互いに小さな差にしちゃった試合だったっていう感じですね、うん、でフライ級が今後うんまあどうなるんですかねまあ大下校選手も今後どうしたいですかってことを聞かれて まあ本人も、まあ多分,分かってはいたと思うんですけどとにかく勝ちたかったこの試合は勝ってほっとしたってことだと思うんで、まあ、堀口教授っていう名前当然出さなかったですし、まあ、テミロフ選手とかマメドフ選手とか外国人とやりたいっていうようなことは言っていて、まあ、現状も日本人はちょっといないですからね大久保選手と戦う選手って。うん まあ、フライ級は今後どうなっていくのか、まあ、堀口選手がどうなるのかあにもよって変わるとは思うんですけど、うん、まあいろいろ難しくなったなっていう。 で、えー、次が斉藤選手と久保選手の試合ですねまあこの試合はちょっとうーん驚きましたあまあ僕は今回1試合しか予想が当たらなくてうーんまあいろいろとまあ理由は前回の動画でもしゃべったんですけどまあ僕のねまあ単純に格闘技を見る目がないっていうこととまああとちょっとこの埼玉スーパーアリーナスタジアムモード そしてメイン朝倉未来対平本蓮という試合を見に来てる人がおそらくあの会場の7割ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどを埋め尽くしたあの異様な空間に一種飲まれたとかそういう部分もあったんじゃないかそういうのがあってちょっといつもと違う動きになった選手もいたんじゃないかっていう話しました。けどこの試合に関して言えば まあ僕が久保優太といいうう選手を見誤ってたうんっててた感じですね、うんまあ、僕は戦前の予想では久保選手は前回の高橋選手のタックルを止めれたのは、まあ、フレーム自分の手をしっかり伸ばしてタックルの初動で止めるっていう動きができたことそれからアップライト気味で自分よりも身長の低いストライカータイプだったので久保選手としては相性が良かった。 ただ今回はそこまで慎重さがなくてなおかつアップライトではなくクラウチングで割と前に前にこう距離詰めてくる斉藤選手で詰めそうで詰めないとかそういう微妙な距離の探り合いも斉藤選手はうまい。という中でキックボクサーから MMA に転向した選手の一番の苦手な問題っていうのが中間距離になるんですよね。中間距離でタックルが来る タックルのフェイントとかにわって思わずタックル取られたくないっていうので過剰に反応して手が下がる重心が下がるで顔面が開くでそこに、えー、パンチや蹴りが飛んでくるでわって慌ててガードを開けるそしたら今度はタックルが飛んでくるっていうこのパンチとタックルの2択っていうのを振って振って振られると、まあ、ここに、うんまあ、振り回されてしまうで過去のキックボクサーの選手たちは この問題にまあもう本当にずっと悩まされていてそれが故に元キックボクサーが結構打撃で KO されるっていうこともまあ珍しくないっていう話を前回しましたで僕はそれに巻き込まれて結局振られて振られて久保選手がうんまあうまくいかなくなるんじゃないかという予想だったんですが。 まず久保選手が素晴らしかったのは後ろ足左足の蹴りですね斎藤選手が侵入しようとするところを全部蹴りで止めてたってで斎藤選手はこう入るよ入るよっていうフェイントでできればあれで久保選手がこう。 あのフェイントでわっわって反応してじりじりじりリ下がっていくわかりやすいのは平本連戦の斎藤選手みたいな感じですね斎藤選手のフェイントフェイントでも飛び込まない飛び込みそう飛び込まないで平本選手がじわ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 金網際に下がっていって金網背負ったところでタックルで押し込まれるあ,あるいはもう斎藤選手のフェイント飛び込んできそうで飛び込まなくなってこれにじれて自分から手を出して逆にカウンターを打たれるっていう。 あれに近い展開にしたかったと思うんですけど、まず久保選手は下がらなかった。じわ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 プレッシャーで下がるってことはしなかった。で、斎藤選手がもう久保選手を下げたいんで前に出ようとすると左の蹴りが飛んできて、えー、特にボディにかなりきれいに入っていて。で、もう一つは、パンチをあまりガードしなかったですね。こう、よけていた。 そのため手を上に上げるガードを上げるっていうことをしなくていいのでタックルが来た時用に備えて手を低い位置に設定しておけたなのでタックルに対して脇を刺したりあるいはこう投げるようなこう手でパンって払いのけるうようなまあなんかとなんて言うんですか投球種みたいな感じですよねで突っ込んできた斎藤選手をこうパーンって投げてあのコーナーにそのまま突っ込んじゃうみたいなそんな感じでも2回ぐらい。 あったと思うんですけど手が低い位置に設定できるのはやっぱり目がいいっていうことでしょうねパンチをしっかり見切っていてで入ろうとするタイミングで蹴りで斎藤選手はそれに対して左足で久保選手の、えー、右足への関節蹴りあれで結構あ距離をリセットしたり下がらせたりあれすごく良かったと思うんですけどいかんせん右を全然蹴らなかった。 んんですよね、うん、なんか右のミドルとか右のインローとかをもうちょっと散らしてもよかったんじゃないかなっていう気はしてたんですけど全然蹴らなかったんで,で怪我があったのかまあどういう作戦だったのかちょっと分かんないんですけど、まあ、結果的にうーん中間距離に入りたいでも中間距離に入ろうとしたところで全部ジャストミ ジャストのタイミングで左の蹴りで侵入を止められてしまうで、顔面へのパンチは避けられるで、久保選手はまたこれ独特の選手だなと思ったんですけど前回の高橋戦も含めて思ったんですけど多分ディフェンスで乗ってきちゃう選手なんですよねこう自分のパンチが当たり出したりとかこうグラップラーの選手だったらテイクダウンを取れて で上を取れると「よっしゃ俺の時間だ!」ってこう乗ってくるみたいな選手っているんですけど相手の蹴りをカットしたりパンチを避けたりして「ほら当たらないだろう俺に攻撃が当たらないだろ」っていうのでこの場を支配してるみたいなまあ挑発みたいなのも何回かしてたと思うけどああいうので多分乗ってくるんですよ。でどん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 こう自分が多分乗ってきてで。 姿勢よくしたあのアップライトの構えで相手の動きをよく見て何をやってくるか初動が見えてはいここで蹴りはいここでパンチはいよけれますっていうのでどん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 久保選手が乗ってきているのが会場で見てても分かってで斉藤選手は多分もう1ラウンドから相当腹利かされてたんだと思うんですよね。で KO される直前ぐらいに結構いいタイミングでシングルレッグで片足取って片足持ち上げられたのにもう離しちゃうみたいな感じになって多分もう力入んなかったんじゃないかなと思いますねちょっと会場にいてあんまりこう分かんなかったんですけどボディともしかしたら右腕も蹴られてたのかなそれで力手に入んなかったのか分かんないですけどあそこで粘らずにあっさり離し当たりであもう相当消耗してるなと思って。 でたら最後、三日月。三日月だったかなミドルだったか。ちょっと、そこは、あんまりはやふやなんですけど。で、ボディ効かせて、KO っていう。まあ、ちょっと圧巻でしたねあ。ここまで完成してるかっていう。うん。まあ、久保選手もそうですし、この間の UFC の アレックス・ペレイラ選手も、まあ、そうなんですけどまあキックボクサーまあキックボクシングから MMA に来たまあミルコ・クロコップさんがやっぱりパイオニア的な存在になるんですけれどはもうタックルをとにかく徹底的に切るタックルが来たら切るスプロールするで、えー、打撃はまあ最小限の打撃で自分が勝つっていう。 そういうスタイルで昔は勝ってたんですけどまあどん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  m m a の技術が上がってきて最小限の打撃では勝てない、うん、あの時のミルコさんっていうのはもうほぼ左手と左足でしか攻撃しないっていうもう左側からの攻撃しかないそれで勝ててた時代があったんですけど今はもうそうじゃなくなったっていう中でやっぱ空間を支配するっていう、うん、前後の動きそれから左右あと上下のチラシも含めて上下前後左右 立体的に空間を支配してで遠いと本来のタックルを仕掛けたい距離よりもちょっと一個遠い距離からタックルさせる分には反応できる、うん、し、まあ、ちょっと反応遅れても遠い距離からのタックルはしっかり切れる、うん、だけど、まあ、レスリング技術があるっていうのは前提ではありますけれどで一撃で倒すっていうよりはじわじわもう。 リズなんていうんですかねこう袋小路に追い詰めていくようなそういう戦い方ができるってうんちょっとうんここまで完成してると思ってなかったですね久保選手がまあちょっとどうですかねいわゆるうん オールマイティーな選手だとちょっと厳しいかもしれないですね久保選手今後戦うのは。うん、バランスいいオールラウンダー型だとちょっと待ってまあこれは前この話も結構よくするんですけど打倒曲打撃レスリング寝技この3つのバランスが MMA は大事なんですけどどれか1つで圧倒的な差があると。 他の2つはごまかせちゃうっていう、うんまあクレーベル選手なんかは一つ分かりやすいでったとは思います寝技が圧倒的であればレスリングと打撃がごまかせるっていう、まあ、それで勝ってきたでまあそれがうまくごまかせないぐらい差がなかった金原選手にはああやって負けちゃうなのでまあ斉藤選手と大晦日でやった時はスタイルを変えて。 もうちょっとダイエットレスリングを強化してきたっていうふうにしてたわけなんですけれどまあ少なくとも斎藤選手と久保選手の試合を見た感じだと圧倒的な打撃に差があったゆえにレスリングでいい形で組み付けないのでレスリング力で多分斎藤選手は上回ってるとは思うんですけど倒せない。 でそして斉藤選手と久保選手のレスリング力の差は圧倒的ではなかったああっていうことですね。うん、まあちょっと、うん、今後久保選手誰とやるのかまあタイトル争い、まあ、非常に、うん、ライジンフェザー級は今いきなり難しくなってきているんでまあ あのー、この日ね、鈴木千尋選手がピットブルー選手とやるみたいな話の発表があって、まあ、やるかどうかも決まってないんですけど、まあ、クレベル選手、どうそんな問題っていうのはあってで、クレベル選手をほっとくわけにはいかないけど、まあ、鈴木千尋選手は結果的に、まあ、パトシオ、ピットブルーを優先するっていうことになるんでしょう、あの感じだと。だから、まあ、年内に クレベル選手と鈴木千尋選手がやる可能性はない。だけど、クレベル選手を誰かと会ってないことには、まあ、ね、クレベル選手もお金稼げないですからね、試合やんないとって、うん、っていう問題。で、まあ、メインの平本選手と、まあ、久保選手、うん クレベル選手この3人をどうするんでしょうねまあ奇数ですからねあと1人誰か入れないとうまくうできないそこに入るのはケラモフ選手はどうなんでしょうね年内ちょっと試合的なそうですよねうんちょっと向こうでどうなってるのか分かんないけどまあアーチレッタ選手がこの間負けたのに いきなりそこに割って入るのかっていうのもあるし金原選手はしばらくやりそうもない。うん、ってなるとあの激強外国人組の誰かをぶち込むのか、うん、みたいな、まあ、い結構僕は <laughs>、うん、ここからのマッチメイク難しくなったんじゃないかなっていう、うん、気がしますねこれライジンフェザー級どうやって、うん、回すのか。 うん、まあプロモーターの腕の見せ所ですよねいい落としどころをどうやって見せてくれるのかちょっと面白くなりそうだなっていう、まあ、どういう試合になるかもちろんですけどマッチメイクがちょっと気になりますよねこっから9月それから大みそかどうなるんだろうっていう感じですねで、えー、セミメインパッキャオ選手とアンポ選手ですねまあこれボクシングは僕は本当 わかんないんですけど、まず並んだ時の身長差がすごいなっていう印象でしたね。で、1ラウンド終わったでは、あれ、普通に結構、安保選手、押してんじゃないっていう感じで。で、まあ、パッキャオ選手が、まあ、相当、身長差に苦しめられてるなっていう印象でしたね、うまく入っていけない。 あと、アンポ選手の,あのジャブをこう上と下に打つ、あれがすごい嫌だったんじゃないかなって、顔面にジャブ打たれる分には、タイミング合えばこう,うまくくぐって中入っていけるんですけど、胸とかお腹ぐらいに打たれると入っていけないんですよね、あれ。だから、なんていうのか相手にダメージを与えるためのジャブにはならないかもしれないですけど、まあ、この間のペレイラ選手も、これ、似たような戦略を。 イリー選手にやってましたけど胸の辺りにジャブ打たれるとこう入れないんですよね使っえ棒になっちゃってあれが相当多分有効だったんじゃないかなと思ってで,でもバッキョ選手やっぱり何回か懐入ってで懐入られたらもう勝てないかと思ってたんですけどやっぱそこでもアポ選手普通に打ち負けてなかったんでもうすごいなと思いましたね どうう、なんだろうボクシング分かんないけど判定があったら勝ってたんじゃないかなって思ったんだけど違うのかなまあまあ、ちょっとそこは何とも言えないですけどで,で終わった後にライアン・ガルシア選手も上がってきてでなんかあ木村実選手ですよねあれ入ってたら会場で僕見ててもちょっと分かんなかったんですけどモニターにちょっとあんま映ってなくて。 なんかよく分かんないぐちゃぐちゃな展開になってましたよね <laughs>。もうなんかもうライジンは今後何どこを目指すんだろうっていうのとあとアンポ選手もねどこを目指すなんかライアン・ガルシアともやりそうな勢いになってた <laughs> アンポルキア対ライアン・ガルシアまで実現すんのかライジンでみたいな。なんかまあすごいなと思いましたね本当安アンポ選手のこう何でもやるっていう。うん でそれでどん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 手繰り寄せてくるっていうな,なんて言うんてうだろうなまあ前も言ったと思うんですけどプロ格闘家としてキャリアを作っていくっていう自分、まあ、キックボクサーですからキックボクサーとしてキャリアを作っていくっていうのにはあんまりな気もするんですけどね久保選手と MMA でやってス田龍オ選手と。 あのブレイキングダウンでやってでストリック・ラウンド選手と、まあ、ボクシングのスパーリングをやってで、まあ、2パック競戦までこぎつけてでこのあとどうなんですかねこのアンポ・ルキアという選手の知名度っていうのはもしかすると世界的にといた可能性あると思うんですけどこれによってアンポとやらせろっていうキ選手ど,どうなんキックボクサーがくるのかっていうとボ,ボクサーがくるのかな。 どうなんですか、ね、だからもうアンポ・ルキアはアンポ・ルキアっていうなんかんかライジンフェザー級のベルトを目指すみたいなそういうことじゃないみたいな <laughs> UFC ライト級のベルトを目指すとかキックボクサーでトップに立つとかなんかそういうなんか明確な目標とかをとか。 目指してつこういくっていうよりも、うん、自分というアンポルキアという存在をどうでかくしていくかっていううんだからそういう選手なんだなってまあなんか本当に今今のこの時代に逆になん,な,なんて言えばいいんだろうな <laughs> ある意味フィットしてるようで逆行してるようでもう本当不思議な選手だなって改めて思いましたね。で えー、朝倉未来選手と平本蓮選手の試合ですねまあ始まる前会場の声援はすごかったうですねまあ緊張感も一気に高まってでまあんまず入場ですごく対照的だなっていう平本選手はすごく時間をかけてなんかこういろんなところにこう 目線を送ったりしながらちょっと踊ったりしながらすっごい時間かけて入場してたんですよ。うん、でミクル選手は、まあ、小走りでバーっと行ってでなんかこうなんていうんですかこうエレベーターっていうかなんていうか台みたいなのがぐーっと下がってって下がりきったらそこから降りていくっていう選手があのまあ安保選手とパッキャオ選手と平野選手はそんな感じだったんですけどミクル選手は降りきる前にポーンって自分から飛び降りちゃってでそのまま小走りで行って。 で、またいつもの,あのカメラに向かってのシャードウをしてながら入ってくっていうんでなんかこう対照的だなっていう感じがして、うん、でまあ試合が始まってまあどっちのいもまあすごい中まあまず最初は確かミクル選手の右ミドルから入ったんだったと思うんですよねで平本選手はサウスポーできてうんまあ 僕はサウスポーで来るんじゃないかなっていう気がしてたんで、うん、朝倉未来の対オーソドックス戦の完成度の高さ、それから平本選手はここ最近サウスポーでしか試合してない。まあ最後にオーソドックスでやったのは怪物君との試合で、まあそれだけで、あれからかなり経っちゃっていて、 まあ完成度としては多分サウスポーの方が高いんじゃないかなっていう試合でほとんど使ってないものをここで持ってくるかっていうのはどうなのかっていうのがまあ僕っていうので僕はサウスポーっていう予想ではあったんですけれどあとまあニータップが取られにくいっていうでまあサウスポー同士だなと思ってでお互いまずは蹴りでしたね蹴りで確認しつつすごく微妙な距離の探り合いをしていましたねでどっちも 多分先手は出したくないうんで相手に先手を出させてそこにカウンター,ーを出したい、うん、っていうのを狙ってたので相手に先手を出させてそこにカウンターと思わせたらそこにもう一個カウンターのカウンターが待ってるみたいなのをお互い多分やり合ってたんですよね。 どうだろう30秒か1分ぐらいかな蹴り以外パンチは出してなかったんですけど多分見えないパンチというか入るよあ入らないよ入るよ入ら、あこのここにはあ反応しないのねっていうフェイントに対して向こうのフェイントがあるのかないのかっていうのをチェックをすごく何度もしていてでミクル選手は普段あんまりそういう動きはしなかったこう左右に動いてた印象があったんですよね確か。うんで 平本選手が先に平本選手が手を出したんだったかな、確かそうだったような気がしたんだけど、あ先行ったなと思って、でまあ、そこは当たんなくて、で空手のいわゆる追い付きみたいなパンチを1発打ったんですよ。サウスポーの、まあ、左足が後ろですよねで、普通は左足を後ろで固定してこうやってパンチを打つんですけど、この後ろ足を前に出しながら、左足を前に出しながら、パンチを。 打つです、ね、だからまあ左構えから左ストレートなんだけどこう当たる瞬間は、えー、オーソドックス構えになってるみたいなそういうパンチ、まあ、空手だとよくあるパンチんですけどこれを一発見せたんですよね。でそれに確かミクル選手が右フックのカウンターを振ってるんですよね。合わなかったけど当たらなかかっっったたたけけどど当ら振ってる でその後ミクル選手が蹴りを出して多分確かにそれを避けたと思ったと思うんですであちょっと距離がずれてるなと思ったんですよねその時にあ蹴りを避けられてるちょ,ちょっと平本選手がうまく距離調整してるでさっきお話した左足を前に出しながらパンチを打つっていうのを打った直後にこの左足を横にステップ ップして角度を変えて入ったっていう入り方をしたんですよね平本選手は。でこのステップの入り方は、まあ、試合後のインタビュー見たらあの堀口選手の先生のところに行って教わったみたいなあのあだったかなその同じ流派の人に教わったみたいなことを言っていてであの後ろ足を前に出す動きを1回見せておいてでしかもそこに右フックを三國選手が 打ってたので多分ミクル選手からすると右フックのタイミング得意の右フックのカウンターのタイミングを1個測れたと思っていたらこの後ろ足が前ではなく横にずれたことで横の角度になってタイミングと角度がずれたでそこで平本選手がワンツーのような形右ジャブから左そろ でこれにミクル選手の右フックが発動してしまったという言い方がいいかもしれませんねで頭をあのこうちょっと得意の下げながら打つでおそらく平本選手はそれを想定してたんでしょう頭の下げる方向にパンチを打ってしっかり捉えたであれが一発入ったところで多分もうあいけるっていうここ倒しどころだって多分なって一気に行って でそこからもう的確に当ててましたよね。うん、で、倒れたらもうパウンドもう早かったで、ねうん。で、終わったっていうあ、ね、まあ、平本選手が対朝倉見来るように新兵器を有してたっていうことでしょうね。で、サウスポー構えの平本選手は、 基本的には待って待って相手が来るのを待って待って自分から仕掛けることあんまりしないっていうスタイルだったんですけど今回は自分から仕掛けて、まあ、カウンターのカウンターをぶち込めたっていううん,うんっていうまあ見事なあ戦略とだったなとうんいうとこですね。 である程度、まあ、ざっくりではありますけど僕の試合展開予想でもこの部分って触れてたと思うんですよねおそらく両者がこう駆け引きをしてカウンターのカウンターのカウンターみたいな感じでどっちに先に手を出さすかみたいなそういう駆け引きでカウンター発動させてそのカウンターを狙うみたいなになるっていうのは僕も予想してただその先にそこでラチが開かなくなるんでおそらくミクル選手がテイクダウン。 混ぜてくるんではないかっていうのを予想してたんですけどまあうんどうだったのかなクル選手はもう最初から自分の打撃を信じて打撃で勝負する平本蓮を打撃で潰してやるっていう思いだったのかまあ前,前編の動画でもあげたんですけど怪物君対ヤーマン戦に関して言うと、まあ、僕は。 ちょっと打撃をやってから忘れた頃のテイクダウンの方が良かったと思う。でにテイクダウン先に行っちゃって切られたことでカブ物君が切られたことですごく後ろ向きな打ち合いになってしまった。で逆にヤーマン選手はイケイケな打撃になってそこに差が出たっていう話をしたんですけどなのでこの試合もそういうことを想定してある程度打撃を突き合って忘れた頃の タックルだったのかそれともタックルがそもそも最初のプランに入ってなかったのかまあこれは分からないですがまあ結果論これも結果論ですけど結果論から言うと一回まず組を混ぜた方が良かったんだろうなということにはなるかもしれませんただ一回組んでみてあ全然倒せそうもない平野選手切られるってことになれば ヤ、まあ、ーマン対怪物君と同じような結末になってたあれを見るとそういうふうになってた気もするのでまあこれはうんたらればあになってしまうなというところですねうんであとはまあ僕はあのー、試合展開予想する時にこう人形、ね、写真で使うんですけど大体いいね勝ちそうな方は黄色っぽい方で負けそうだなっていう方は灰色っぽい方にしてるんですけど 僕確かね、この試合、平本選手を黄色っぽい方にしたんですよ。だけど、ルールが変わって、ラウンドマストで5ラウンドマッチ。まあ、5ラウンドマッチっていう方が多かったかな。で、ああ、だったら三クる選手かなってって勝敗予想変えたんですけど、もしかすると三クる選手からすれば、まあ5ラウンドマッチで1ラウンドは、 まあいきなり来ないだろうっていうのがあったのかもしれないですね。だからタックルもやらなかった。ある,ある意味こう様子見、様子見、様子見である程度時間を使って、えー、徐々にギアを上げていって、2ラウンド、3ラウンドでこう尻上がりに上げていこうっていうのだったのかもしれない。まあこれはもうわからないですけどね。で逆に平野選手は まあ試合後のインタビューの感じだと、まあ、長期戦も考えてはいたけどラウンドマストだったんで1ラウンドずつきっちりポイントを取っていくっていう,うん作戦だったってことを言っていてだからまあそんなにガツガツいくわけではないけどいけると思った時はしっかりいくっていうでそのしっかりいくの一発目で仕留めきったうんまあ見事な決定力ですよねここに来て MMA3 勝3敗ゼロフィニッシュだった選手がここに来てとんでもない決定力を見せつけたっていう試合だった。これは朝倉未来が弱くなったのか平本蓮が強かったのかっていう話になると。 僕は両方だなと思います、うん、まず平本選手のあのステップからのあの範囲非常に素晴らしいコンビネーションでしたし聞かせた後左一発ぶち込んだ後のパンチも非常に正確に捉えていたまあやっぱりであとはハンドスピードが速い、うん、とにかく。でまさかお話し まあ非常に高い集中力で決めどころで決めた決定力の高さ、まあ本当に素晴らしかったと思います。で、ミク来選手が打たれ弱くなっていて、負けたっていうのも、多少あるとは思います。まああのパンチは誰だって聞いちゃうじゃんっていうのはあると思うんですよね。確かにものすごい 速さで素晴らしいタイミングで打ち込まれてるんであれはみんな誰しもが効いちゃうっていうのあると思うんですけどただ左の一発入った後にそれでスコンって倒れたわけじゃないんですよ。ねミクロ選手そこでちちょょっっっっとといた素振りがあってちょっと立って立るんですよでそこでパンチ連打されてでまあ最後やっぱり多分無意識で右フック打っちゃってそれにまたカウンター合わされてっていう感じなんですけどこの打たれ強い打たれ弱いっていう話ってまあ過去にも僕 ししてるかもしれないですけどまあ、大きく分けて歌いらいあると思ってるんですよ。でね一つはまず単純に体の屈強さそれは脳が効きにくいとかそういうのも含めてまあ、あと首が太くて強いとかそういう歌単純にその脳とかが強いっていうのかな頭蓋骨が硬いとかそういうので強いっていう体の強さ。でもう一つは目の良さなんですよね。 あの大沢健二さんがよくあの見えてれば効かないっていうのでまあよくネタになりますけど僕結構半分ぐらい当たってると思っていてこれはまあ僕も実体験で打撃のスパーリングとかやっててやばいと思ってドカンって強いの一発もらった時って効くんだけどなんとかなんですよ。だけどなんかあパンチが来るってこうガードとかでパッって上げた瞬間にパンチじゃなくてハイキックが横から飛んできたとか自分と思ってないタイミングの。 パンチが見えない角度から飛んできた時っていうのはそんなに強くなくても効いちゃう、うん、でスパイリングでも結構ダウンしちゃうとか全然あるんですよねそんな強く当たってないんだけどいいタイミングで入っちゃってとかあるんでまず目がいいっていい選手っていうのはもらっててももらってんだけど結構効かないっていう、うん、で3つ目なんですけどこの打たれ強いと言われる選手たちって実は 技術があるんですよそれは何の技術かっていうと聞いちゃったもらっちゃって聞いちゃった時のごままかし方がういこれはいろんなごまかし方がありますガーン聞いちゃったと思ったらすぐ組みつくすぐ組みついて押し込んで何秒間か一回ちょっと休むっていうまあ大木久保選手とかは割とそういうごまかし方が得意なタイプの選手だと思いますで もう一つは、打たれた後に、逆に打ち返したりとかして、すぐ、まあ、タックルの場合もあるんですけど、とにかく動く。攻撃を受けっぱなしになるの逆に攻撃をして、えー、もう相手を引かせちゃう。アーチュレッタ選手とかまあ、割とそういうごまかし方じゃないかなって。で、ミクル選手は、過去、まあ、割とそういうアーチュレッタ選手みたいなのもあるんですけど、笑うんですよね、よく。 谷チ、うん、選手の時とかマカパ選手の時とかもクリーンヒットした時に笑って「お来いよ来いよ」みたいな「来いよ来いよ」みたいなあれでこう多分本人にそのつもりがあるかどうか分かんないですけど無意識的にごまかしなんですよ、うんまあもらって楽しくなっちゃってるっていうのはもうあるかもしれないけどあれで本当に1秒2秒かもしれないけどこう動きがあの相手が止まるし聞いてあるように見えない。 え、まあリアクションがないっていう、聞いたっていうリアクションがない。でも最近のミクル選手ってやっぱちょっともらった時に。聞いたなってわかる。んですよね。うん。ケラモフ戦なんかも足掴まれてパンチパンパンって打たれて、それでテイクダウンされたときに。やっぱ表情とかで明らかにちょっとこう。聞いてる感出てたし、あと寝技で、あの。 足持たれてボディーロック変えられた時に今までの過去の試合だとしっかりコテ巻いてで倒されてもフレーム作ってとかちゃんと寝さん対処がいつもはできてたのにケラモプ戦ではもうなんか頭抱えちゃってそのままあっという間にマ,マウント取られてって多分聞いちゃってたんだと思うんですよねあの時も。だから聞,聞いちゃった平本選手のあの左が当たって聞いちゃったって言った時にごまかせなくなってた。 じゃなないいかなっていうでそれは、うん、その脳がやっぱりメイウェザー戦ヤーマン戦まあ、あともしかするとケ,ケラモ戦も含めてだんだん聞きやすくなっちゃってるのかまあもしくは、まあ、こう目が少し衰えてきてもらいながらも見えてたものが見えなくなってきてるのか。うん 分、まあ、かんないですけど明らかに昔の打たれ強さみたいなものはまあなくなってるだろうなとただ平本選手のパンチも素晴らしかったっていう、うんっていうとこですよねうん、うん、まあすごかった、ねうん、まあ会場は本当 つでね大興奮してる人たちともう放心状態の人たちとっていうで平本選手も一試合後のインタビューでそんなにこう喋らずにもうスパッと終わったんであ終わっちゃったっていうなんかそう終わっちゃったって感じでしたねうんそれは何なんでしょうね朝倉美久留対平本レンっていう ここまでで繋いきたもの,このストーリーが終わっちゃったなのか朝倉未来が終わっちゃったと思ったのか何かそういう感覚になったんですよね。うんうん、なんかすごい不思議な感覚でしたねあ。なんか自分の中でこういう感情になるんだなって思って。 一、まあ、日置いて僕そのまあすごいその日興奮してたんで「X」で上げてるのとかみたいな,なんかポエムみたいなの何個も上げてたんですけど、うん、でもまあそういう感覚になりましたねうん。で試合終わって「ああそうこうこうなったかええー」と思って「まあ、帰るかと」と奥さんと帰ろうと思った時に、まあ、若い男性だったんですけど。 多分ミクル選手のファンだったと思うんですよね。が出てくときに、まあ、僕と一緒に会場こう出てく方向は一緒だったんですけどわってその人が通り過ぎながら「俺の青春が終わった」って言ってたんですよ。それがすごい印象的でなんか泣いてるわけでも、うん、怒ってるわけでもなくなんかすっきりした感じで言ってたんですよね「俺の青春が終わった」って。それは何かすごい耳に残って。 で、二人で僕と奥さんと会場出て駅に着いて電車乗ってしばらくたっていろいろ喋った時「あのお兄さんが言ってたあの言葉」みたいな二人でなってあ「そうそうあれすごいね」すごいなんかすごい記憶に残るよねっていう話をしてうん,ううんでまあなんか何すかね何とも言えない気持ちでしたよね終わったあと。あと まあ、あの僕は X でう劇場版の「エヴァ」を見終わった時とか「スター・ウォーズ」シリーズが終わった時のような感覚っていましたけど何かが終わったっていう感じがあったんだけどしばらく経った,あののたに近いいかもししれななら <laughs> 俺は「進撃の巨人」をアニメか漫画か見終わってる人なら分かると思うんですけれど主人公が「 最後ね仲間たちとどうなるかってあの主人公がって、まあ、あんまりネタバレはしないようにしたいですけど、うん、見てない人もいると思うって思うと主人公は多分朝倉未来が主人公だったと思うんですよ「ライジンフェザー級」のストーリーと見たとですごくキラキララした主人公に まあ憧れてというかキラキラしすぎちゃったのかな魅力的すぎたのかなそれによって平本蓮っていうまあ全然そんなキャラじゃなかった純朴なキックボクサーが MMA そしてライジンという世界に入ってきて「よし朝倉未来に喧嘩売ろう」って言って急激なキャラ変をして SNS でいろんな人に まあ痛いとこをついていくっていう、まあ、SNS モンスターと歌詞一気に人気を集め注目度の高い選手になりで萩原恭平とのデビュー戦ではまあ本人も赤っ端を書いた大端を書いたっていうぐらいまあはっきり言ってみっともないデビュー戦ですよ。でそこをきっかけにまあ そのモンスターは連勝街道で朝倉未来までたどり着いたかっていうとそうでもなくて勝って負けて繰り返してどうにかこぎつけた朝倉未来戦っていう。っていうで主人公だと思ってた朝倉未来の役目っていうのは自分が生み出した平本蓮というモンスターに食べられる。 餌だったったていう何とも言えない切ない儚い、うん、そしてまあ残酷で美しい格闘技の世界ですよね、うん、まあ格闘技の試合っていうのはどっちかが必ず餌になるんですよねその選手が積み上げてきたものを勝利 下選手が全部持っってていくっていう、うん、まあ同じ日にねくしくもというか斎藤選手が、まあ、同じく k 1からやってきた久保選手に食われた斎藤豊という選手がシュートで積み上げそしてライジンで積み上げたものを久保選手に食われて斎藤豊は餌になった。 まあもちろん斎藤選手も三ル選手も相手を餌にして上がってきたわけですよね。斎藤選手は約1年前平本蓮というものが積み上げてきたものを食ったし三ル、うんまあ、選手にも勝った試合もライジンで積み上げたものを斎藤選手は食ったし三ル、まあ、選手もライジン出たての頃は周東のチャンピオンだった。 さんとかリオン選手の実績を食って一気にかっさらってその餌でどんどんでかくなっていって最後自分が生み出したものに食われるで餌になるっていうまあほんと残酷だなというかまあ うん、な,なんとも言えないですよね平本選手が勝ったってこともそうですし、まあ、同じ日にやっぱり藤選手も負けた三来選手と一緒に一緒にって言い方あれですけど K‐1 ファイターに食われたっていうのでまあ一個時代が終わった感まあ大臣フェザー級第1章が終わったっていう。 感じがしましまたねすごくうん,うんみ、まあ、この朝倉未来対平本蓮っていうのは決して頂上決戦ではなかったんですけれどうんなのでただこういう試合これだけ注目を集めたものを作り上げたこの2人で約5万人の。 監修の前でどういうい試合をするのかまあさっきも言った久窪選手と心理選手の試合の時にも言いましたあ面白く勝つが最高で2つ目がどっちなのか面白く負ける面白く美しく散るのか泥臭くつまらなくてもいいから勝利を目指すのかどっちなのかこの試合はどっちを取りに行く試合なのかっていう意味で僕は。 二人のメンタル面がわからないって話をして、特にミクル選手はわかんない。まあ、ミクル選手はもしかすると。まあ、面白く勝ちにいって、それで負けたらしょうがないだったのかもしれないのかなと。思ったんですけど。うん。まあ、この試合で勝つ方は。 うーんスーパースターになりますっていう試合でも別にないですよねあのタイトルかかってるまあ一応まあタイトルはかかってますけど本当のチャンピオンっていうわけじゃんうんないのでただこの試合で負けた方はス,スターではないだろうなっていうまあある意味でスターじゃない方決定戦っていう残酷な試合ではあった。 だけどその中で平本選手が見せたあのパフォーマンスあの勝ち方っていうのは何かすごいことになるかもしれないこの選手はすごいことになるかもしれないこういう舞台でこういう勝ち方をするのは持ってるって思わせるだからスーパースターかもしれない平本の辺はスーパースターに今後なってくるのかもしれないっていう期待感をものすごく高める勝ち方だった。で、ミクル選手は うん、まあここまで積み上げてきたものっていうのは本当に評価すべきだと思うし時代を作ったって僕は思うんですよで,でこれで負けたからといって朝倉未来の人気がいきなりゼロになるっていうわけじゃ絶対ないし、うん、引退するにしてもしないにしてもスター朝倉未来はスターっていうことはかたただスーパースターではなかったっていうことかなと。 でまあ、スーパースターってなんだって言うとこれも前多分言ったと思うんですけどまあコナーマクレガー選手なんかがそうですけどまあ人として、えー、魅力があるうまあキャラが濃いって言えばいいので試合が面白い、うん、まあ単純には派手に勝つことが多いで強いこの3つうが揃ってる人がやっぱスーパースターだと思うで意外とこの3つが揃う選手って少ないんですよ うん、試合は面白いあいつ。あいつ試合は面白いんだけど、あんま勝てないんだよね。勝率あんまよくないんだよね。とか。あいつめちゃくちゃキャラ面白いんだけど、試合はね、しょっぱいんだよなみたいな、うん。判定多いし、まあ、勝率はいいんだけど、うん。この日の平本蓮選手は、この日だけで言えば、2024年。 7月28日埼玉スーパーアリーナの平本レームは全部揃ってましたよねうん、うん、し素晴らしい勝ち方だったし、うん、でまあ三倉選手は本当にまあ引退するのかしらないのかまあ引退しますって本人は言ったとしてもやっぱり 半年とか1年とか2年とかしたらやっぱりやりますっつって戻ってくるもんなんてまあよくある話で戻ってくるかもしれないですけどまあ本当にベルトに縁がない選手だったんだなーっていううん、うん、つくづく思いますねまあアウトサイダーではベルトを巻いてますけど プロの格闘技の団体では、うん、巻いいてないんですよねこの数年ライジンフェザー級朝倉未来選手がいたからこそできたと言っていい階級そして朝倉未来選手がいたから盛り上がった階級の中で斎藤豊あ牛久潤太郎ブガール・ケラモフ鈴木千尋が手にして。 あとクレベル小池か。で、今回の特別にライジンが作ってくれた、えー、ラストスタンディングマンっていうベルトも取れなくて。なんかやっぱそういうものに縁がなかったんだなっていう。まあ、そういう選手っているんですよね。うーん。なんかまあ。 まあいろんな意味で、うん、本当にちょっとこう記憶に残る選手だったなっていう、まあ、なんかもう終わっちゃったみたいな言い方んですけどまあかんないですよね三来る選手がやっぱりまだやるってなるのかもしれないし、まあ、よこの話になるとよく言うんですけどあのサッカーの中田英寿さんっていうね、まあ、若い方はあんまりピンとこないかもしれないですけどすごいあの当時は。 日本人で本本当にトップ、うん、日本で、なかなかヨーロッパに行けない中ヨーロッパで大活躍したすごい選手がいるんですけどまだまだやれるだろうっていうタイミングでワールドカップで負けて引退っていう、うん、もうまだやれるよっていうところでやめちゃったっていうねでまあこっちの方がもしかすると知ってる人が多いのかもしれないけど三浦知良さんっていうね、まあ、三浦浩太,太選手のお父さんですけどまだやってますからね。<laughs> まだ現役でやってるっててるいう同じこうスタイルでももうさすがにやめたらって周りが思ってでもやり続けるもうやめれないんだっつってやめ続けるタイプもいればもう自分の限界ここでスパーンってやめちゃうっていうタイプもいて、まあ、これはもう本当にいろいろでミクル選手がどういうふうになっていくか分かんないですけどまあいろんな意味でここまで ファイター朝倉未来と何て言うのかな朝倉未来というブランドっていうのかなまあ両方壊れたんだなっていう感じもすごいしましたねうんまあ朝倉未来というブランドに関しては僕はちょっと、まあ、そこまで朝倉未来ウォッチャーでもないんでブレイキングダウンとか全然見てないしわ、まあ、かんないけど、うん まあファイターとして見たときにやっぱりさっきお話したようにちょっと打たれもろさは出ちゃったのとあのまあもともと結構近い距離で打ち合うところはクル選手ももともとあったんですけどその前もお話ししたと思うんですけど打ち合いってこう相手のパンチを避けながらあるいはガードしながらもうまく当てていくっていう選手ともらいながらも。 当て返すいわゆるダメージ交換型ダメージ交換しながら相手のダメージを自分のダメージが上回る10もらったらこ,こ,こっちは40ぶち込んでやるよみたいな感じのタイプ、うん、でいる中でミクロ選手は完全にダメージ交換型の打ち合いをする選手だったのでここからもしファイターとしてやっていくんであればうか仮にですけど。 引退しないってんだったらスタイルチェンジをしなきゃいけないんだけれどなかなか難しいと思いますそういうタイプの選手がうーんこう打ち合いの中でディフェンスを覚えていくようになるっていうのはあんまり過去そういう選手って僕記憶にないんですよね打ち合い上等でダメージ交換型でいって。 そこからすごいディフェンスがうまくなっていったっていう選手って大体の選手が最後も打ち合いのダメージ交換で先にダメージこっちが追っちゃって負けていくっていうそういう風ににまあ最後終わっていった選手が多いんでまあ強いて言うなら川尻達也さんが割とそういうタイプだったんだけどエディ・アルバレスっていう選手と壮絶な打ち合いをしてそこで負けて。 でもうこれはずっとやってたらあ体が持たないって言ってこうガンガン組んでいくっていうまあ,あの分かりやすく言うと大木久保選手みたいな、まあ、今回の大木久保選手はちょっと違うなあ誰が一番か、まあ、武田選手とかかあみたいな、まあ、とにかく組んで組んで寝かせてっていうスタイルうに変わっていったっていう、まあ、そういう変化をした選手はいましたけどミクル選手がそういうふうになっていくともちょっと。 思えなないいししし、うん、ファイターとしてももう難しいんじゃないかなっていうだからまあ仮にミクル選手が今後もファイターとして続けていくんであれば今までのような戦い方はできないし今までのようななんていうのかな圧倒的な強いカリスマっていう選手ではなくうん。 と戦っていくその美しい姿を見せていくっていう選手になるのかもしれないし、まあ、それを見せずにスパンってやめるのかもしれないしそれはまあ分かんないですよね、はあ、でそして、まあ、その朝倉未来を食ったんだから餌としたんだから平本蓮という選手には、まあ、今後頑張ってほしいですよねこれでこの後もう全然っていう感じになっちゃったら、まあ、あれは何だったんだと。 スーパーラインにすりゃ何だったんだってなで、まあ平本連選手はまあより大きなものを背負い込んだとも言えるかもしれないですよね。で、それを分かっててやったのか、それともとっさにやったのか分かんないですけど、放送席にいた鈴木千尋選手にちょっと挑発して、で、鈴木選手がペットボトルを投げて、それを投げ返して、もう一回投げ返してみたいなをやったっていうのは、僕は、 クルミさんの,の iPhone ケースが割れちゃったのはかわいそうですけど僕はあるあまあありかもしれない <laughs> あ,り、まあ、ありです僕的にはうん平本蓮の次のターゲットは、まあ、朝倉未来から鈴木千里に変わったっていうことだと思いますし、うん、平本蓮が今度鈴木千里にたどり着けるのかっていう話になるわけですよねまあ一回やってますけどこのリベンジ成功できるのかっていうで平本蓮はその時までこう い,いきなりこれで次にっていうわけにはいかないでしょうから、まあ、もう1回ぐらい誰かとやってたどり着けるのかそして鈴木千尋はその時ベルトを持ってるのかどうかっていうね、うんまあ、今回の試合はなんかちょっと朝倉未来のところに平本蓮がついにたどり着いたっていうよりはまあちょっとク来選手が落ちてきちゃったかところもあったと思うんですよねケラモフ選手に負けて。<laughs> でまあ、そのあとヤマ選手負けてとかっていうちょっと落ちてるところで、まあ、結果的に追いつけたっていう要素あったと思うんですけど今後どうなるのかってううん平本蓮と鈴木千尋っていうストーリーがまあライジンフェザー級第2章になるのかどうか、うん、と思ってたら久保勇太が全部かっさらうのかもしれないしうん今僕が全然名前を出,し出さなかった人がここから出てくるのかもしれないし。 あるいはあの激強外国人軍団にもう日本人が全員蹂躙されるっていう <laughs> 悲劇的なストーリーが待ってるのかもしれないし、うん、まあどうなるのか、うん、まあこっからまた面白くなるんじゃないですか、うん、まあ本当にこの23年で「ライジンフェザー級」の勢力図は一気に書き換えられた特にこの日で一気に変わったさあここから。 どうなりますか。何かが終わった、そして何かが始まったあ、そんな日だったかもしれません。はい、っていう感じですね。えー、まあ、バウトレビュー、ミクロ選手と平野選手の試合はあ、えー、作りますので皆さんしばしお待ちくださいという感じですね、えー。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ではでは。 延長ラウンドだけど俺は絶対に最後まで諦めな高評価チャンネル登録よろしくね。